7月22日のうなずく通信をお送りしています。今日は、ロシアとウクライナの戦争の5日目ですね。紛争が長引くとロシアとウクライナのどちらに有利か、ウクライナは欧米の同盟国に期待し、プーチンは同盟国が心細くなることを期待している、5日目です。最も重要なのはウクライナが新しい兵器をどのように配備するかであろう。ウクライナが手に入れる兵器の多くは冷戦時代にまさに今ウクライナがドンバスで直面している敵、すなわち大火力を駆使するソ連のような軍に対抗するために設計されたものである。西側諸国の中にはウクライナがロシアに兵器同士で対抗するしようとするため弾薬を大量に消費してしまうことを懸念しているところもある。英国のベン・ウォレス国防長官は6月19日もしヒマールをアメリカの榴弾砲ですか、もしヒマールをこの地域の兵器として使いたいなら12時間で弾薬が尽きるだろうと警告した。まあいっぱい撃てるからですね。その目的は前線から何キロも後方にある司令部や鉄道拠点などロシアの重要な標的を攻撃する深部戦闘という本来の目的に沿ってロケットランチャーなどの長距離システムの使用をウクライナに奨励することである。まあ、実際これロシアの兵器庫とかヘッドクォーターを結構叩いたようですね。ウクライナがドンバス北地への攻撃に力を注いでいることを示す証拠もある。ウォレス氏によれば最近この5つの弾薬庫が爆破され、ロシアの司令部も多数破壊されたという、まあそういうことですね。これは完全な勝利とまだいかなくても、まあ、実際ヒマールの撃っても弾薬そのものに限度があるから多分すぐなくなっちゃうような気がするんですね。ここに書いてあるように。でこれは完全な勝利とまではいかなくても少なくともロシアに厳しい代償を強いる膠着状態への道筋を示す。西側諸国はウクライナが侵略開始以来、失った土地を全て取り戻すことができるかどうか疑っている。この戦争は攻撃するより防御する方がいかに簡単かを示しており、ロシア軍も十分な位置に陣取っている。しかしウクライナが武器や弾薬を供給され続け、新しい火力を賢く使うことができれば領土を少しずつ取り戻し、ロシアの後方に混乱をもたらし、広大な前線で手薄になっているロシア軍に兵員と物資の面で持続可能な損失を与えることができるだろう。だから弾薬を供給され続けることができるかどうかっていうのは大きな課題ですよね。この中でも話しましたように戦車を攻撃するミサイルですか、もう7000発ウクライナにアメリカ送ったけど、あとアメリカの在庫は3分の1しか残ってなくて、しかも年間の生産量が2100個しかできないということで、やっぱり続かないんですね。これは完全な勝利とまではいかなくても少なくともロシアに厳しい代償を強いる膠着状態への道筋を示すという、ウクライナが侵攻開始以来失った土地を全て取り戻すことができるかどうか疑っている。この戦争はこれ話しましたね。しかしウクライナは武器弾薬を、こういう話しましたね。しかしこのような戦略を取るために必要なのは武器だけでなく、政府もまたひどい資金不足に陥っている。中央銀行と IMF は今年の生産高が3分の1以上減少する可能性があると見積もっており、これは1930年代のアメリカの大恐慌に匹敵する弾薬である。より楽観的な分析によれば最も被害を受けるのは占領地域であり、他の地域の活動は3月の急落の後いくら回復しており、現在の前年比収縮率はおそらく 15% に過ぎないということだ。まあ、そんなことはないと思うんですけどね。結構、まあ、生産高が落ち込んでますよね。ということで、ここでのメッセージは、ひまわりみたいにその西側諸国がね弾薬を提供し続けていればウクライナの戦況は好転するだろうと。でしかもその今のこの、アーティラリーというか対応長距離の対応ですか、派遣法によってロシア その弾薬庫がだいぶ破壊されているようなんで、まあ、今後どう展開するかちょっと様子を見ていかないといけない。
で本当に西側諸国がですね、ゼレンスキーが言うように全部取り返すことができるかっていうところは西側諸国は読んでなくて、戦争開始する前の状況まで持っていければ本能寺だというようなことを西側諸国は考えてますし、本当に西側諸国がその兵器とか弾薬をね提供し続けることができるのかどうかということが今後の課題ですね。それからウクライナ の生産高の3分の1以上がダメージを受けてるんじゃないかと見積もってられてて、これはもう1930年代の大恐慌に匹敵すると言ってますね。で楽観的観測は、まあ、15% ぐらいだという人もいるけど、そうじゃなくて結構ダメージ大きいというのがここでの見解ですね。